ハウリングファームについてお話しします。こんにちは、しんじです。今回はいつも動画のね、こう詳細欄に書いてあるハーリングファームについてちょっとお話をしたいと思います。ハーリングファームは2008年から1年1年と題して年に1回音楽イベントを通して僕らができるボランティア活動を行っている団体です。2008年から毎年5月21日に開催しているイベントでは、不要となった T シャツを出演者及びご来場くださった皆さんから回収して、 NPO 法人日本救援医療センターを通して世界各地の難民や避難民、被災者などへ寄贈しています。他にも下北沢に根付く音楽を応援する、そしてそれを配信するという側面もありまして、僕たちがその時にプッシュしたいと思うアーティストなどをイベントにお誘いして、そのイベントの様子をライブビデオとして YouTube で公開させてもらっています。音楽に興味のある方はぜひハウリングファームチャンネルの方も見ていただければと思います。で、毎年5月21日にやっているということは、もうすぐそのイベントが開催されるということです。今年も下北沢にあるクラブ251というライブハウスと440というライブバーで開催します。今回のイベントはその2つの会場が往来自由という形で行われます。詳細については、ハウリングファームチャンネルの方に動画として配信していますが、今プッシュしたい、今自分たちが見たいというバンドさんばかりが出演してくれていますので、興味があればぜひ不要な T シャツを持ってご来場いただければと思います。残念ながら見に来れないという方はですね、ライブビデオの方を後日配信いたしますので、そちらの方でチェックしていただければと思います。ちなみに今回の撮影は GH4 も使って撮影する予定です。まああとはね、会場に来れば僕に確実に会えますので、僕を見たいという方もね、ぜひ来ていただければと思います。ということで、今回はハウリングファームについて、ご紹介とイベントの、告知ですね、させていただきました。僕のチャンネルとともにね、ハウリングファームチャンネルの方も定期的にチェックしていただいてね、好きなアーティストなりを探していただければね、本当に嬉しいです。で、実際にね、そのアーティストさんの、CD を買ったりライブを見に行ったりね、していただければ、本当にハウリングファームチャンネルの方もね、やっている甲斐があるというものなので、ぜひね、いいアーティストさんばっかりをね、こうライブビデオとして、YouTube チャンネルの方に上げていますので、見ていただければなと思っております。それでは今回の動画はこの辺で。しんじでした。